チャーリー・エベッツ、チャーリー・エベッツはメジャーリーグ・ベースボールの元球団オーナー。アメリカ合衆国、ニューヨーク生まれ。現ロサンゼルス・ドジャーズの創設から42年間球団の運営に関わったほか、当時のニューヨークの著名な建造物を手掛けた建築デザイナーでもあった。ニューヨークの公立校に通い建築デザイナーを志していた頃のエベッツは野球より クリケットのボーラーとしての腕前の方が良かったという。当時のニューヨークのメトロポリタンホテルやニブロガーデン等を手掛け建築デザイナーとしてのキャリアを積む一方で23歳だった1883年に同年設立されたブルックリンベースボールクラブの募金係やスコアカードのセールスなどに従事するようになった。ブルックリンのセールスマネージャーとなったエベッツは年に 共同経営者だったジョージ・ショーン・シーから、球団の株式を譲り受けて、球団経営に参画した。1898年には短期間ながら、ブルックリンの指揮を取っていたが、同年球団創設者のチャーリー・バーンが、オーナー在職のまま亡くなったことで、エベッツは、球団経営に、本格的に参画するようになった。しかし、翌1899年、 当時のボルチモアオリオールズのオーナーだったハリー・フォンデア・ホーストがブルックリンの株式を購入して経営を掛け持ちした際ホーストは所有する株式を売却して球団の本拠地をボルチモアへ移転すると表明したエベッツは移転の阻止に奔走し友人らからの融資を得ながらホーストの株式を回収しブルックリンの主オーナーとなる建築デザイナーという背景もありエベッツは ブルックリンに本格的な鉄筋とコンクリート製の球場を作ることを夢見るようになる。ブルックリンでの球場を建設予定地を検討し、エベッツの選んだのは当時ピゴタウンと呼ばれていた街の近郊のゴミ捨て場だった。自身の球団株式の半分をステフェン・マッキーバーラに売却するなどして資金を得、1912年に球場は建設に着手。 翌1913年2万5000席を持つ豪華な新球場エベッツフィールドが完成する。エベッツは長年の球団経営の中でいくつかのアイデアを生み出している。雨天で試合が中止した際のチケット払い戻しの制度を導入し、またマイナーリーグの選手を昨シーズンの順位の回から指名していくドラフト制度などを提案したこともあった。また、選手の 背番号制度の導入を早々に提案していたのもエベッツである。1917年3月28日にメンフィスで行ったブルックリンとレッドソックスのエキシビションゲームでは出場する選手の袖に番号をつけた。これは当時メジャー球団の本拠地を持たない都市のファンにとっては馴染みのない選手たちの区別が難しいだろうというエベッツのアイデアによるものだった。 実際1922年のナショナルリーグの会議で、エベッツは全チームへの選手番号の導入を提案しているが、その時は各チームの裁量に任せるという結論になり、本格的に背番号が導入されるのは少し先のことになる。エベッツは1925年4月18日、心不全のためニューヨークで66歳で死去した。 その日予定されていたドジャーズとジャイアンツの3連戦は予定通り行われ、両チームの選手はユニフォームの左袖に黒い模様をつけて試合をした。エベッツの葬儀の日はなリーグ会長、ジョン・ヘイドラーの裁定により、ナショナルリーグの試合は順延された。順位は年度最終順位。ありがとうございます。